インパクトクラッシュは2017年に公開されたインドの戦争映画サンカル・プレッティの監督デビュー作である。第三次インパ戦争におけるパキスタン海軍潜水艦ディアブロの不可解な沈没事件を題材にしており、テルグ語、ヒンディー語で制作され、タミル語吹き替え版も制作されている。主演はラーナー・ダグバーティが務め、タープシー・パンヌ・ケイ・ケイ・メノン。 アトゥル・クルカルニーが共演している。2017年2月17日に公開され、批評家から公表されている。映画は、第三次インパ戦争中に発生した事件を題材に、しており、インド海軍潜水艦の将校と、乗組員の18日間を描いている。映画は戦争中に、ビシャーカパトナムで沈没した、潜水艦、ディアブロを扱い、 ディアブロを撃沈することになったインド海軍潜水艦、カランジノリクミーンの勇気と愛国心に焦点が当てられている。2018年4月13日に発表された第65回ナショナルフィルムアワードで最優秀テルグ語長編映画賞を受賞した。バングラデシュ独立戦争によって、東パキスタンの難民がインドに流入し、パキスタンインド間の緊張が高まる中、 パキスタン海軍は潜水艦ガーズイーにベンガル湾への出撃を命じる。同じ頃、ガズイー出撃の情報を入手したインド海軍東部司令部では潜水艦 S-21 に作敵を命じるが、ランビジャイ新艦長の暴走を危惧したナンダ大将とラマン中将は監視役としてアルジュン少佐を同行させる。ガーズイー艦長ラザクは攻撃目標の空母、 ビクラントを発見できなかったことからビシャーカパトナム、攻撃を決断し、インド海軍の注意を逸らすため小船を撃沈する。小船の撃沈を察知した S21 は、沈没地点に向かい、アルジュンは生存者の東パキスタン難民アナニアと、少女を救助する。ランビジャイは、ガーズイーの追跡、撃沈を命じるが、司令部の待機命令を遵守するよう求めるアルジュンと、口論になる。 ガーズイーの行動を容動だと見抜いたランビジャイは、ビシャーカッパトナム方面に S21 を向かわせ、ガーズイーを不意打ちする。ランビジャイは、限界振動を超えて S21 を先行させ、攻撃体制を取ろうとするが、反発したアルジュンは S21 を浮上させようとして、一触即発となるものの、デイブラーチ副長の仲裁で、事態は収束する。 アルジュンは、ランビジャインの独断選行を容認するデイブラージに、詰め寄るが、彼からランビジャインの息子が、第二次インパ戦争の際、司令部の待機命令を遵守したためパキスタン軍の奇襲を察知しながら攻撃できず戦死していたことを、聞かされる。ランビジャインの独断選行の真意を知った、アルジュンは、彼の指揮に賛同するようになる。S21 は、ガーズイーを追跡するが、 ラザクが仕掛けた嫌いの罠にかかり爆発して、ランビジャイが死亡する。重傷を負ったデイブラージから指揮権を委ねられた、アルジュンは乗組員たちを鼓舞して、ガーズイーの撃沈を命じる。嫌いの爆発で浮上と先行しかできなくなった S21 は、ガーズイーからの魚雷攻撃を避けつつ、魚雷の射程内に誘い込み、監守側に回り込んできた、ガーズイーに魚雷を発射し、 撃沈に成功する。ガーズリーを撃沈した S21 は、海面に浮上し、駆けつけたインド海軍の駆逐艦に救助される。ラーナーダッグバーキ KK ケイケイメノンアトルクルカルニー、タープシーパンルサンカルプレッティ制作は、PVP シネマが担当しており、ヒンディー5番の配給は、プロデューサーのカラン・ジョー・ハルが担当した。音楽は、K が手掛けている。撮影監督は、アール・マディ。 ビジュアルエフェクトスーパーアバイザーは、バスデバー・アル・イヌ・ガラ、編集は A、スリー・カル・プラサードが担当している。主要キャストとして、ラーナー・ダグ・バーティ、タープ・シー・パンヌ、KK ケ・ケメノン、サティア・デブ・カン・チャラナ、アトゥル・クル・カルニーなどが起用されている。監督のサン・カル・プレッティによると、制作のきっかけは2012年にビシャー・アカ・パトナムの潜水艦博物館を訪れたことだという。 当初の企画では制作費は100万ルピーで、撮影した映像は YouTube で公開する予定だった。その後、サンカルプは、家族や友人から資金を募り250万ルピーを集め、劇場公開を目指して、ボリウッドのプロデューサーやスタジオにアプローチするようになった。2013年から2014年にかけて、ボリウッドの俳優たちに出演を持ちかけるが、 真剣に取り合ってくれる俳優は、KK ケケメノンとラジーブ・カンデル・ワルだけだった。しかし、ラーナーの出演が決まると状況が一変し、大きな予算が手に入り、スター俳優が登場し、潜水艦のセットも大きくなったという。制作費の増額に伴い、当初の予定よりも多くの CG を使用することが可能となり、ラーナーの身長に合わせて潜水艦のセットを大きく作り直し、 さらに脚本には、ラーナーとメノンの対立要素が追加された。ラーナーは映画について、私たちは陸軍を称賛する映画を数多く作ってきましたが、海軍の映画は今までありませんでした。私がこの映画に出演したのは、戦争の歴史において、海軍も陸軍と同等の栄光を受けるに値すると感じていたからですと語っている。 2016年1月3日から撮影が始まり、ラーナーはバーフバリ伝説誕生の役作りのために鍛えた筋肉を落として撮影に参加している。彼によるとサンカルプやヒロイン役のタープシーの家族にインド海軍の軍人がいたため、二人の知識は演技の際に役だったという。潜水艦のシーンの撮影は実寸大の潜水艦のセットで行われ、 オリンピックサイズのプール内に作られた水中セットと陸上セットの2種類が用意された。水中スタントのシーンは実際にディアブロが沈没したビシャーカパトナムの海岸で撮影されたが海流の流れや地形が不明なことや撮影中に金属片が流れてくるなど危険を伴う撮影となり、ラーナーは撮影のために特殊な訓練を受けて撮影に参加した。 潜水艦の水中シーンの撮影は18日間続き、ラーナーはその間太陽光を見れず、換気扇から送られる空気しか呼吸することができなかった。撮影はテルク5番とヒンディ語番を合わせて60日間程度で終了した。第65回ナショナルフィルムアワード受賞式で最優秀テルグ語長編映画賞を受賞するサンカルプ。 レッティザ・タイムズ・オブ・インディアのレヌカ・カビ・バッハレは3、5の評価を与え、ビジュアルや特殊効果に精細を欠くが、魅惑的なストーリーによって、欠点を補っている。このような問題があるにもかかわらず、この水面下スリラーは干渉する価値があると、批評している。rediff.com のプラサンナ・ディーズ・オアは、4、5の評価を与え、インパクトクラッシュは戦争の物語を、 魅惑的に伝えていると批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは2.5の評価を与え、インパクトクラッシュは多くの魅惑的な瞬間があり、少数の優れた俳優の才能により支えられている。しかし、プロットはミステリーが欠けていると批評している。ボリウッドハンガマは3.5、5の評価を与え、素晴らしいインパクトを与え、 心をわしづかみにする戦争ドラマと批評している。インディアンエクスプレスのサリニーランガールは1.5の評価を与え、映画は危機に直面する海のドラマだったかもしれないが、映画はパキスタン人を殺すのに忙しく、中核的な強みが失われていると批評している。CNN ニュース18のディバパルは1.5の評価を与えて、脚本の方向性を批判し、全体として、 インパクトクラッシュには失望していると批評している。ありがとうございます。